はい、どうも、皆さん、こんにちは、小枝でございます。ということで、今回なんですけれども、年末だったかな？年末にね、年末じゃないか、年明けか。年明けにですね、アクアのね、5周年ライブ、ね、5周年記念ライブが、静岡県で、まあ、野外ライブでね、初の行われるよということでね、倍率予想動画、ね、倍率予想動画もこちらで出したと思うんですけども、ね、そっちのね、ライブの方の、アクアのライブの方のね、情報とかね、倍率予想動画はね、出したのにね、ちょっとこっちの虹ヶ崎の方はね、毎度ね、ちゃんと倍率予想っていうのはね、恒例で出してるのにね、ちょっとこっち出せてなかったなってことに、ちょっと最近になって気づきまして、まあ、だらしないことにね。まあ、今回はですね、ちょっとね、虹ヶ崎のサードライブ、まあ、多分ね、これもね、行きたい方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますのでね、まあ、アクアのね、5周年ライブの次の週のね、週末でございますけどもね、こちらについての倍率予想動画もね、今回はね、出していけたらなぁと。思っております。まあ言葉通りね、虹ヶ崎のサードライブ、3回目のですね、ライブが行われますよということで、まあセカンドライブはですね、コロナ禍ということもありまして、コロナ禍真っ盛りということもありまして、オンラインライブ、ね、完全無観客ライブとなったんですけども、サードライブはですね、まあこの感じから見るに、まあ有観客でやるだろうな、というふうにね、思われるんですけども、まあ倍率予想をやっていきたいと思います。まあ、今回もですね、ちゃんとね、概要からね、ちゃんと確認した上でやっていきたいと思います。まずですね、日程なんですけれども、2021年の5月の8日9日の 2days でございます。はい、8日9日の 2days ですね。まあ、なのでね、まあ、虹ヶ崎のライブはアクアのライブの次の週と、まあ、先ほども言ったんですけどもね、そうなります。まあ、なのでね、2週立て続けにね、アクア、虹ヶ崎とね、こう、ライブが来るっていうね、かなりこう、忙しいね、時期になるんじゃないかなと、5月上旬はね。まあ、そうなると思いますけども、8日9日とありますということで、で、会場はですね、西武ドームでございます。はい。メットライフドームって、ま、みんな言ってますけども、西武ドームでございますね。で、こちらにもですね、書いてあるんですけども、まあ、ね、コロナ禍ということもありましてね、多分オンライン配信があるんじゃないかというふうにこちら書けました。まあ、多分ね、あると思います。はい。さすがにね、これでオンライン配信がありませんとかね、それはないんじゃないかなと。で、あるいはね、映画館とかでのライブビューイングも今回は行われないんじゃないかなと、思います。はい。ネット配信が、まあ、行われるんじゃないかと、はい、思います。やっぱりね、まあ、変な話、ネット配信がね、結構これだけ便利なんですよっていうね、いうこともある意味伝わったと思いますしね。まあ、映画館に行ってみる。まあ、もちろんそれもそれで盛り上がるし、いいんですけども、まあ、しばらくはね、ネット配信が続いていくんじゃないかなと。いうふうに思いますので、まあ、オンライン配信も、まあ、おそらく行われるだろうと思います。はい。さすがに会場だけ現地のみっていうことは、まあ、ないと思いますね。はい。まあ、ただですね、セイントスノーの時もそうだったんですけども、こう、現地に来た方限定のね、ちょっとこう、優遇というか、そういう感じのも、まあ、あるんじゃないかなと、その一方でね。やっぱりどうしても現地とネット配信っていうのは、ちょっとね、差別化しないと、やっぱり、ね、来てくれたお客さんのこともありますからね。ちょっとそこは何かしら現地の方は現地の方で何かあるんじゃないかなと。まあミューズの時もね、何かあったらしいですしね、現地は現地で。まあそんな感じのちょっと優遇がされるんじゃないかなと思います。で、キャパなんですけども、キャパはですね、3万人ですね。西武ドームは約3万、まあ3万から3万5千人ぐらいって言われてるんですけども、まあなのでその半分なので、だいたい1万5千人から2万人ぐらいが現地のキャパなんじゃないかと、キャパシティなんじゃないかなと思われます。はい。まあ、今回もね、いくらね、半屋外ライブとは言ってもね、多少キャパはね、減らす必要性はあると思いますので、まあ、1万5000人から2万人程度、じゃないかと。で、申し込みなんですけども、申し込み方法はですね、ブルーレイの、第3巻と4巻ですね、この2つになります。はい。1巻2巻はですね、横浜で、3月に行われるね、ライブとなってますのでね、まあ、3巻4巻は西武ドームの方という風になってます。まあ、5巻6巻7巻もね、実はね、ライブのブルーレイにはね、ライブのブルーレイじゃない、ごめんなさい、ライブのね、申し込み券がね、入ってるってことは決まってるんですけども、まあ今後のね、サードライブよりさらに先のライブになるんじゃないかなということで、まあそれはね、まだ正体が不明でございますけども、まあ今回はブルーレイに積まれるってことですね。で、倍率予想なんですけれども、今回どうなるかなっていう、まあコロナ禍っていうこともありますので、まあ変な話、倍率若干緩まると思うんですよね。虹ヶ崎ファーストライブもね、それなりに倍率は、まあ、えらい高くはなかったっていうふうに言われてるんですけども、まあただそれでもね、結構来る方はいたというふうに言われてますので、
なんか例えるとどんな感じなのかな。まあなんだろう、いい例としてフォースライブとか、まあフィスライブ、アクアのがありますけども、でもあれもね、まあブルーレイじゃブルーレイなので、あ、ごめんなさい、 CD にも積まれた例もありますのでね、ちょっと何とも言えない節もあるんですけども、まあ半減ということもあるけど、でも遠方からはあんまりこうまだ来にくい状態が続くと思うので、そういった意味ではどうなんだろうな、もうえらい倍率が高くなるってほどじゃないでしょうから、ちょっとごめんなさい、本当に字汚くて申し訳ないんですけども、2倍から3倍ぐらいになるんじゃないかなというふうに思いますけども、まあまあだからすなわち 50% からだいたい 30% ぐらい、当選確率としてね、そんぐらいなんじゃないかなと思いますけども、まあどうなんでしょうかね、実際のところは。はい、まあただね、どうなんだろう、ファーストライブ、虹ヶ崎のファーストライブとほぼ同じぐらいなんじゃないかなと思う、意外とそう思ってます。ファーストライブもね、あれ意外と当たりやすかったっていうかね、僕もね、あれ普通になんだろう、 CD とか大量にこう申し込みとかせずにね、普通に1枚とかで当たったので、で結構別にそういう方がね、まあそれなりにいたとも聞きますのでね、まあ二次ファーストと二次サードはだいたい倍率同じぐらいだ、つまり二次ファーストぐらいの倍率なんじゃないみたいな感じで自分は思ってる節があります。まあね、西武ドームっていうね、キャパが広い場所とはいえどね、結局キャパ自体はね、武蔵野の森、虹ヶ崎のファーストが行われた、まあ、会場ですけども、武蔵野の森とそんなに変わりませんので、まあキャパ自体はね、あんまり西武ドームだからどうこうっていうよりは、まあキャパの人数とかでね、あと考えるべきだし、まあプラスコロナ禍っていう状況もありますので、なかなかね、こう遠方から行こうっていうふうに、まあ来る人は来ると思うんですけども、僕もね別に首都圏民だし、まあ首都圏民はね、そんな抵抗ないと思いますのであれですけど、やっぱり遠方の方がなかなかこう来にくい、で特に社会人の方だったら別に行こうと思えば行けると思いますけども、学生さんとかね、遠方にお住まいの学生さんとかはなかなか来にくいと思うので、やっぱりそこら辺はね、ちょっとね、厳しいんじゃないかなと思いますね。そういう意味ではね、ちょっとこう人の流れっていうのが大きく変わっちゃってる以上、まあ、倍率もね、ちょっとそこら辺も事情がだいぶ変わってくるんじゃないかなと。だからこれがね、通常のコロナ禍じゃない状態で、通常だったらそれなりに倍率高いと思うんですけれども、コロナ禍ってこともありますので、ちょっと不透明な部分もあるのかなと思いました。皆さんはですね、今回の虹ヶ崎のサードライブ、5月開催のね、サードライブについての倍率をどう予想してますでしょうか？ぜひね、コメント欄にね、いろいろと書いていただければなと思います。もしですね、この動画がいいなと思いましたら、グッドボタン、高評価ですとチャンネル登録の方もお願いいたします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバイ。